フェティッシュ、完成させてみて、率直にできた時どのように思われましたか？長かったなと思いましたね。メンバー探すところからもう僕の中でも始まってたので、それでアルバムが出るまで結構長く感じましたね。それでようやく完成したな、音とかよりも先にそこが思いましたね、初め。はい、ラウドロックとかそのどっちかっていうとアメリカのシーンで盛り上がってたヘビーなサウンドって本当に好きだったんで、そういうのをこのメンバーで作れた、そこに参加できてるっていうところとちゃんと機能できたみたいなところと、普通にリスナーとしてかっこいいというか、自分が関係なくてもかっこいいって思えるだろうな。驚いたのが仮歌とか鼻歌みたいのなくて、ああもう最初から本ちゃんっていうメロディーが入ってない曲とかは一番初めに聴くときにもう録音のボタンを押してなんとなく歌って、それでイメージ固めてメロディー固めて、固まったらもう歌詞書きながら本番の歌歌っていく感じなんで、基本メンバーのところに歌できましたって送るときは 80% ぐらいは本番の歌ですかね。仮歌を入れないっていうのは何か、一番初めに歌った時のテイクと何回も撮り直した時のテイクってなんか勢いだったりなんかその叫ぶ感じも一発目のなんかこう魂を感じるようななんか叫びができてたり、意識してないんですけどね、なんかそんな感じがして、こう作り込むっていうよりライブっぽい感じで撮ることが多いんで、初めからまあ本ちゃんが別にいいやろうなっていう。京さんのそのレコーディングされたものを聞きながらレコーディングもしてたみたいな感じですか？そうですね、すごいそこだけはあまり経験がない、最低でも仮歌入ってるぐらいレコーディングも歌が入ってないのをクリック聞きながら想像して作っていくっていうことはあったんですけど、その曲に対してのイメージが絶対的にあった上でアレンジしたり作ったりできるので、すごいいいな。アンサーも結構いろんなタイプの曲作ってくるんですけど、なんかインダストリアル系な匂いのする楽曲が多い印象でしたね。多分ご自身のバンドだとその歪みギターもカッティングというか、そういう歯切れの良いものよりかは壁を作るというようなものが多かったと思うんですけども。そうですね、多分プチブラバンソンでは、うん、歯切れの良い音の方が多い。今後どうなるかは分かんないんですけど、まあ、少なからず今アンプによるまあリフとか、まあ、歪みペダルでどうこうっていうよりもアンプで作ってっていうのがまあ中心なので、まあ、やっとなんかそう、まあ、やり方がこのプチブラとしてのやり方が確立してきたっていうのはあると思う。7弦ギターも弾かれたわけですよね。そうですね、7弦は川崎前に、それ6弦のバリトンギターというちょっと落ちたチューニングのギターを使って、まあ、それでずっと行こうと思ってたんですけど、ライブの時に皆さんからそういえばサブどうするんですかって言われて、確かにと思って、まあ、7弦持ってなかったんで買いに行った。そしたら想像以上に良かった。とっとと7弦弾けばよかったって思います。そこはアンツさん的にもなんか新しい発見だったわけですね。そ
その6弦でやってた頃はそのチューニングも変えたりとかこういろんな無理があって、あと響きも高いところ限定的になっちゃうんでどうしたもんかなと思ってたんですけど、そういうのが全部クリアされるというか、まあ当然そういう曲を作ってるんでそれが一番いい状態になるのは分かってたんですけど、新鮮だったしっていう、面白かったです。アンツさんはいかがですか？アンツさんもライブ重ねるたんびになんか激しくなってて、で正直そのライブ映像をチェックしてこんな激しいのみたいな感じが正直な印象ですかね、まあ、メンバーみんなですけど、はい、まずツアー、走り抜けてみて率直にどんな感想でしたか？もっとやりたいなって思いました。足りないなっていうのは、まあ、特に京さんは圧倒的なそのパフォーマンス力があって、まあ、そこ目の当たりにしてきたわけですけれども、なんか最初とイメージ変わったみたいなのありますか？いや、イメージ通りだし、まあイメージ通り、イメージ もちろん超えてはいるんですけど、超えてくる方っていうイメージ通りとか、ただ本番の時は必死でそれどころじゃないですけど、ライブの映像とかあとはまあ今回の編集されたものとかでさらにそこを実感したっていうのがあると思います。